はいさい、今回はこれですね。前来た場所、ハイサイの動画、現地動画で来た場所に撮ろうかなと思います。前は夜で暗くて見えなかったんで、今日は昼、日中、今時間が3時前ですけど、これ行ってみようかなと思います。まあ、ここは大国林道って場所で、動画見てもらったら分かるんですけど、とりあえず林道で別に封鎖されてんだけど、これはマングースが侵入しないための柵であって、人が入ってはいけない場所ではないということですね。なんで、ちょっとここを走ってみようかなと思います。外周見ましょうか、少し。こんな感じで、マングース防止網とかあったり。これですね。大国林道。全長が 35.5km。はい。で、ちょっとルールがいくつかあって、こんな感じで。縦看板なんかがあります。時速20キロ以下で走行してくださいと。路肩には側溝があり、脱輪との恐れがあります。見通しの悪い場所での駐車は避けてください。降雨時にはスリップや落石の危険がありますと。はい、そんな感じの場所になってます。前も来ましたね。そこをもう一回行ってみようかなということ。場所がですね、大砲ダムっていうところから、まあ、すぐ曲がってちょっと行ったとこっすね。大砲ダムをめがけて来れば、一応つけるかなということですね。封鎖された道路を入っていきます。こんな感じで。おお、あ、いた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 。必ず閉めてくださいと。車もバイクも別に走れるってことだよね。普通の道路と変わらない？カバンたちを回収していきましょうか。はい、じゃあ、まあ日中じゃなかったから見えづらかったと思うんですよ、前は。なんで今日は見えやすいように昼来ましたね。はい、じゃあ、一旦入りまして、今度は四万回かんってことね。ちょっとカメラ回収して。はい、じゃあ、閉めます。しっかり閉めましょう。悪いことしてる気分だよね。全然ダメじゃないんだけど。車来た。ちゃんとロック。オッケー。これで完璧ですね。中は前見てたんですけど、こんな草木が生い茂ってるような感じで、下は草がぼうぼう、枯れ木なんかがいっぱいあります。はい、というわけで、ここを走っていきます。はい、じゃあヘルメットオン。じゃあ行きましょうか。ちょっとゆっくりになっちゃうんですけど、20キロなんで、まあ、よんなよんな行きましょうね。こっちセル壊れちゃったな、このバイク。レッツゴー。今キックでしか動かなくなっちゃった。しゃあなし。下は木の実なんかがいっぱいありますね。結構バイクスリップするから、この草ひゅんで、なるべく道路出てるところをボロボロ走らないといけないですね。ああ、気持ちいい。気持ちよすぎる。で、さっき実はおっちゃんと会って、入り口で、今から行くのって、写真だけ撮ろうねって言って撮ってたんだけどさ。で、そのおじさま曰く、なんか年寄りしか行けないよ今って言ってましたね。なんですかって聞いたら、土砂崩れみたいのがあるらしくて、最後まで与那の方まで抜けられないと思うよって言ってましたね。あ、そうなんですね。とりあえず行くとこだけ行ってきまーすって別れたんですけど、そう。だから、完走はできないかもしれないですね。そのおじさま曰くね。ちょっとわからん。まあ、それはそれでどんな状況か、行けるところまで行きたいと思います。前、ハイサイ行った時は、なんか入り口が何個あるらしくて、ちょっと時間の都合上、宿の時間もあったんで、あの時、後ろに。だから途中で降りたんですけど、ユシエさんは全部行きた方でしたね、最後まで。だから今日は、まあ、見えやすいかつ、昼、最後まで行きたいなと思ったんですけど、今日も最後まで行ってないかもしれないとか。しゃあなし、それは。ひたすら草が生えてて、まあ、狭いですね、道路自体は。
ヤンバルの方とかにあんまり通知されてない道路ってありますけど、ああいう感じに似てますね。北部行くとね、その58号線とか大きい道路はしっかりされてるんですけど、山の中の間の道っていうのは大体こんな感じですね。アスファルト自体は入ってるんだけど、草木の清掃はされてないっていう感じ、私だけあるような感じなんで、まあ、そういった道路と一緒ですね。ここ多分ミラーもありますね。あ、ここはスリットが入ってて滑りづらくなってますけど、おお、倒木、倒木なんかもあります。パララスタがあります。おお、ちょっときつい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 、車がありましたね。何言ってんだろう。おっさんが入っていきましたね。初めての遭遇者、林道での。で、記事見たらなんか水汲んでるところがあるって言ってたし、話もしてましたね。なんか昔飲んだことがあるみたいな。 D 沖縄の記事があったんですけどね、一応川の途中の水だから衛生的にあんまりよろしくないかも、自己責任でお願いしますって書いてましたけど、でも汲んで飲む人は結構いるみたいですね。いやー、気持ちいい。ひんやりかなりしてますね。今4月の頭で、ぼちぼち日が出てたら暑いんですけど、心地よい感じになっております。川がありそうな感じだね。うわー、怖いね、こんなところ。危ない危ない、これ滑る場所だ、怖いよ。ほんとバイクね、すってんころりん一瞬でしますからね。急にブレーキせずに緩やかにブレーキ踏んでゆっくり曲がらんと、ほんとスルッていっちゃうから気をつけた方がいい。僕もこけたことあるんですよね、雨の日に。だからトラウマですね、バイクでこけるのは。幸い後続車来なかったから大丈夫だったけど、あそこで引かれて死んでるっていうことも十分可能性としてはね、あり得たんですよね。マップつけてみますか。 GPS、 Google マップ機能するかわかんないですけど、あ、電波なさそうだけど、いけるかな。ちょっとチャレンジするだけしてみますか。まあ、完全に山ん中ですね、林道、山ん中、まあ、その名の通りなんですけれど、山の中をひたすら走る。ここで車パンクとかしたらどうするんだろうね。ジャンプ来んのかな、こういう奥とこまで。バイクもやばいですね。こんなところでパンクしたらやばいんで、予備ガソリンとパンク修理キット持ってくるべきですね、おそらく。持ってないですけど。こういう時では街中じゃないところは必要かもしれませんね。ちょっと次から備えましょうか、一応念のため。下り急勾配 9%、 あお、結構な下り。うわ、寒くなってきた、肌寒くなってきましたね。ちょっとジャケットつけようかな。一応ワークマンで買ってきたレインベアの上があるんで、それつけましょうかね。対向車来たら終わるよね、完全に。まあ、ここでちょっとナビセッティングもう一回再挑戦してみましょうか。なんか階段あるね、あっち。なんだろう、ちょっと行ってみようか、せっかくなんで。止まったついでに、ほら道がある、なんかがあるっちゅうことかな。お、道ができてますね。なんだろう、秘密の園が。しかも手前だけ枯れてるから、除草剤巻かれてるね、完全に。人が作ったルートみたいです。散策道？お、怖いね、暗いから。なんだろうね。あ、結構山の上、登っていく感じだね。普通に登山になってた。登山ルートっぽい感じ。あ、下りになった。戻るか。多分罠があるから何かを捕まえる場所なのかな。そのためのルートを確保するための道かもしれん。ちょっと分からんね。今いる場所がとりあえずこういう感じの山の奥の中になってますね。山奥をガーッとうねうねと走っていくみたいな。まあ景色的にそんな変わらんからいいか、今回は。ちょっと徹底できないんで、ナビにね。で、こういう土地勘の中を
進んでいってるってことですね。完全山の中で、沖縄全体の上あたりがここでしょ。そのど真ん中、さらに真ん中、東村と大宜味、やんばる国立公園のところですね。こういった場所を走っていくってことですね。ナビやめよっか。これワークマンで買ったやつ、上下セット、レインウェア。今日ね、天気が怪しかったんですよね。雨降りそうな感じもあったから、とりあえず糖質制のやつ、レインウェアを持ってきました。行くでー。ずんずん進んでいきます。お、ここまた落石注意の看板がございますね。この辺川が走ってそうだね、なんとなく。濡れてるっていうのもあるし、うわー、これこれこれ、苔斜めの上り坂ってめちゃくちゃ危なくないですか。怖い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 、ほんと怖いから。バイク待機所、待避所、車がすれ違うとか追い抜かれるときに譲るための場所って、ここがちょいちょいありますね、待避所。確かにね、この狭さだったらなかなかすれ違うの難しいから、譲ってあげた方がいいかもしれないですね。ここで事故ったらどうなるのかな、警察来んのかな、ここまで。それとも出てきてくださいって何度か言ったの。もう現場検証できないからな。いやー、雨がちらついてきた、やべえ。別に体はいいんだけど、カメラ問題があるから厳しいな。雨降ってきたら一旦雨宿りしますか。ちょっと激しくなるようであれば。一応 40% だったんですよね、降水確率が。なんでもうちょっと晴天だったらよかったんですけど、休みの都合上もう今日になっちゃいましたね。バイク系はね、やっぱね、晴れてる方がいいんですけど、ね、全部ね、なかなか毎回晴れもいかず。沖縄は日照時間が少ないらしいですからね、他の都道府県より。さらになんか晴れのイメージなんですけど、まあ、あれはやっぱメディアの問題で、写真とか、おお、写真とかがすっかり青い写真とかが多いから、そのイメージなんだ。映画とかね、なんかミスト状の何かを感じますね。怖い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 、こういう場所怖い、こういう場所怖い。湿ってて、すごいミストみたい、なんかめちゃくちゃ細かい霧みたいのがありますね。こう、なんだろう、滝が飛んできたみたいな。例えば、怖え、登り坂の苔ドン、きついきついきつい、怖いんだよ本当に。カーブで登り坂で苔、もうこれ死イコール死。ここで苔だからって一応大事にはならなそうだけど、遅いから。だけどね、痛いから。雨だ雨だ、やべやべやべ。ちょっとどっかでカメラ回収しようか、休憩や。この辺でちょっと溝が、側溝があったら落ちるかもしらんけど、カメラを隠しましょう。今起点から28キロ、こんな感じで奥に林道、国頭村与那っていう地域からが始まって、大宜味村大保、だから今入ってきた場所が終点なんですね。実際は与那の方から入るのが正規ルートみたいですね。日陰平湖だね、あれの中心部の、このあるでしょ、大根みたいらしいね、味食ったことないですけど、前のバカサバイバーで言ってましたね。無音だ、人工音が全くしないからいいっすね。こう罠の位置だね、これ見て、 P350 あるでしょ。で、奥の方見たら、あっちに道自体は、まあ、そんな変わり映えはしないですね。気温同じような道、植物も同じだし、道の感じも大体一緒かな。そんなにポイント的なところはないですね。スポット的な場所はね、大体一緒だ。たまに待避所があって、それ以外は何もめぼしい場所はないです。ああ、水があるよ、ちょっと見てみますか。慎重に止まりまして、おお、川が流れてますね。滝なのか何なのか分からんけど、いいね。なんか書いてある BBL、 なんだこれ、名前なのかコードなのか。
なんか水回りから行きもいそうだけどね。なんか見えないね、あんまり。すんげえ折れ方してね、これ。バキーンって。なんだろうね。雷？結構な力加わらんと、こんなして折れないと思うけど。見てこれ。奇妙な折れ方。で、雨が降ってんで、ちょっと GoPro 消して、今ひたすらゆっくり進んでますね。水路があるね。水が流れております。なんで降るんだろうね。地が折れてる。台風とか来たらどうなんだろうね。本当に通れないぐらいになっちゃいそうな気がしますね。で、かつ、やっぱ優先順位が低いから、直す人も少ないですよね。木を除去する人たち。だいぶ放置されそうな感じがしますね。台風の後。あ、また少し雨が降ってきたな。ちょっとまた止まりましょうか。休憩しようかな。結構降ってきた。ちょっと止まろうか。ちょうどいい竹で雨がめっちゃ降ってるね。気づいたら戻ってきてましたね。あれから雨が降ってからもう取れなかったし、危なかったし、今はもう時間が遅かったんで、またリベンジしましょうね。今度。で、次は、入り口の方、起点の方から入って、与那の方から。で、ダムの方で抜けたいと思いますね。なんでちょっと、走破するって言ってたんですけど、まあ、できずに、途中リタイアですね。まあ、天気と相談してからまた、天気のいい日、晴れた時に、リベンジしたいと思います。さよなら。